違いはやっぱり若干ワークショップの方が振りを長めにしてますね。つもりですね。とか、なんて言うんだろう。レッスンはやっぱ毎週毎週あるんで、細かく言わないというか、自分自身で気づいてほしいなと思うことは言わないし、あと最後のまとめみたいなところも基礎がどうとかは言わないんですけど、ワークショップはやっぱ一回きりなんで、その今日思ったことを全部言います、その場で。細かいことはレッスンではあまり言わないです。毎週毎週受けてくれると気づくかなって思うことは言わないです。そこですかね。体を大きく動かすにはやっぱアイソレーションとかが大切なんですか？筋トレとか。そうなんで、地下は私はやっぱアイソレーションを重視してて、腕とかはまた別だと思うんだけど、それ以外の体を大きく、範囲を大きく動かすってなると、やっぱりアイソレーションが効くんじゃないかなと思って、筋トレは割とあんまりやってないかも。踊ってれば、本気で力入れて踊ってれば、それがなんか筋トレになるかなと思って、筋トレしなくてもいけるかなって今のところ思ってるけど、わかんない。この先筋トレが必要になるかもしれないけど、今のところ筋トレはあんまいらないんじゃないかなと思ってます。ありがとうございます。はい。踊ってる時に意識してることは、なんていうの、個人的な感じになっちゃうんだけど、すっごいこう踊っちゃう癖があって、力がなんかその踊りはもう何も考えずに言ったら踊ってるんだけど、最近はなんかこうやっちゃうのも、やっぱインスタとか上げたいなって思ってる時もこういう顔してたら、やっぱすごい見てて自分が苦しくなっちゃうから、なるべくこうなんないように、今は意識してるけど、本当に何にも考えてないかもしれない。練習の時はここが角度がどうで、この首がどうでとか気にするけど、もう伸ばしっぱってどうでとか気にするけど、そのパッて最後ってなった時に何も考えずに踊れるように、練習の時はもう詰め詰めで逆に踊ってるかもしれない。ダンスはいつから始めたんですか？ダンスは4歳から。4歳の、最初は超地元の、もう歩いて行けるようなところの公民館で先生が教えてて、そこに初めて行って、でも神奈川県の田舎の方だから、家がそこでずっとやってて、都内で始めたのは小3、4の時に。ずっとヒップホップやってたから、ジャズめっちゃ嫌いで、それでお母さんに行かされて東京に行ったって感じかな。ジャズが嫌いで、行きなさいって言われて行ったのが都内で始まりですね。でそっからずっとジャズ楽しくて、ジャズ系に行ってるんだけど、本当はもう ニュージャックスイングとか言ってたから、もうジャズちょうど大っ嫌いで、だから何が起こるか分かんないって感じ。今ジャズやってるけど、ブレイクにハマるかもしれないし、もう自分その時に身を任せるって感じで、なんでそう思うと、なんか無理やりなんかやりたくないものも一回はやっといた方がいいかなとか思って、その時はね、ジャズマジっていうか本当に嫌でレッスン行きたくなかったけど、無理やり生かされて、行ってみようかなと思って行ってみたらこうなったから、何が起こるか分かんないからやってみた方がいいね、何でも。はい。お願いしま どうぞ。自分はダンスやってる時に自分を表現するのが苦手なんですけど、皆さんは見てると、なんか踊ってる時に、なんていうんですか、表現が見えるというか、なんか自分はすごく共感通りにやりたいので、どうやったらいいですか？そうだね。どうなんだろう。でも私はだいぶそっち側だったんだけど、ちっちゃい時は、だいぶ表現力が足りないとか結構言われてたけど、
自分の経験から言うと、ソロコンテストに出始めてからいろいろ変わった気がして、表現もつくように今前よりはつくようになったと思うし、って思うと、なんかいろんなもの見たり、いろんなものに手つけてみたりすると表現って広がるのかなって思って、そのやっぱ同じ世界っていうか同じところだけ見てると、やっぱ今の自分も同じような感じがして、だけどその周りの人たちが見てないような世界とか、 DVD とかでもいいと思うんだけど、 DVD とかあと本番違うイベントとか自分一人で行ってみたりとかして、いろんなもの見るとやっぱそれも正解なんだと思えるっていうか、やっぱ今正解が決まってる気がするから、それにこう質問としていいけど、いろんな正解があるんだって知ると、何でもいいんだって思えちゃう気がして、だからそうだね、いろんなもの見たりとかいろんな経験すると自分もダンスにも影響が出て、いろんな表現ができるようになるんじゃないかなって思います。はい。あ、今自分は、ダンス部に入ってるんですけど、結構今1年生なんですけど、先輩と一緒に行動することが多いんです。それで初心者の人に、なんてやる気を増す、教える側につくことが多いから、でも初心者でも、やっぱ一番は全国大会を目指すみたいな感じなんですよ。その上で初心者に対してどういう教え方というか、なるほど。まずは自分が初心者というか、自分ができなかった時のことを思い出して、そういう時に教えてもらった先生とかのことをめっちゃ思い出して、こう言われたらもうやる気なくしたなとか、まず自分のことを思い返して、結局はまあ教える側ってことは今自分ができるようになってるってことだから、どういうふうに言われた時にやる気が出たなとか、自分の経験をめっちゃ活かしてそれこそやってみたりとかするといいんじゃないかな。いきなり難しいのばって言われたら、あ、もうできませんってなるじゃん、初心者の人というか。自分は絶対そうだったから、だから地道に簡単でしょみたいな、簡単でしょっていうのから始めたりとか、それを簡単でしょと簡単でしょ組み合わせてどんどんこうしていくみたいなのが、首の相性でしょ、もう最初は難しいと思うから、なんていうの、例えばね、だから、まあ、これ簡単じゃないかな、じゃあこれを切りよくペッてやってみようとか、そういうちっちゃいことから始めるとやる気なくさないで頑張るんじゃないかなと思う。でもまあそっか、ダンス部に入るということはダンスにやりたいと思ってることだから、ちょっとはやる気があると思うから、普通の人よりも、だから、まあ、そのもう当たり前を全部やるんじゃなくて、ちょっとずつ難しくしていったりとかするといいんじゃないかなと思います。